はい、プラチナ実況です。本日は、そのタウンからなんとか町に行きます。名前忘れちゃったの。どこだっけ。白帯シティだ。白帯シティ行きます。花がいっぱいだね。ほんと何してんの。何してんの。まさかの BL 展開じゃん。ここはサムネにしないよ。下っ端その1、我々銀河団は花畑だけで仕事。なんだかかっこよくないよな。そういうな。それも仕事だ。だけど虫タイプとか草タイプのポケモン苦手。やっぱり入るの嫌だな。何してんの。あ、お姉さんお姉さん、お好み焼きにはね、ソースかける派、それともそのまま食べちゃう派。まずそのまま食べちゃう派なんですよ。マヨネーズもかけないで。ただのね、すぐ食べたい人なんです。花に癒されるためあなたもやってきたんでしょ。そうだ、そう、全然違う。知らなかったもん。ほんと花多いね。踏んじゃってるけど。え、なにこれ、なんかクリスマスツリーみたいのできてる。なんか揺れてるし。集めた木の実はね、ポケモンにあげるだけでなく、花屋でアクセサリーと交換してポケモンをおしゃれにできますの。あ、そうなんだ。クラボの飲みが1個できてる。だって2個あんじゃん。消えた。どういうこと。何これ、1個できてる。いや、2個できてるでしょ。なんで1個取ると1個消えちゃうの。え、どういうこと。1個食べてんの。ダメでしょ。なんかあるかな。特にないね。その、じゃあここのお家ちょっと入ってみようよ。うわ、花屋だ。あ、お姉さん、アクセサリーと木の実交換しましょう。だって赤い花、ピンクの白花、ぐるぐる、え、ゴージャスなメガネ、なんだこれ、なんじゃこれ。わけわかめ。なん、後々わかるんじゃないかな。ね、そういうもんだよね、ゲームって。お、買い物しようぜ。限定品のかな。かな、お買い物ですね。お、なにこれ、いいキスぐずり。50回復だって、 HP すげえ。限定アイテムがこれか。もう3個ぐらい買っとこうぜ。よし、あとはやけどなし、氷なし、穴抜けの紐、虫除けスプレー、まあ別にいいかな。こんにちは、ブルームメール。何それ。綺麗な花びら模様がプリントされたビーズでポケモンもさせて使う。ヒールボール、ネットボール。ああ、そこは変わんない。じゃあ行きましょうか。白帯シティへ。回復もちゃんと済ました。お、なんかある。カゴの実が1個できてる。だって。あ、さっきのか。右の何、ヤシの、なんか、何これ。ちょ。モモンの実だって。へえ。わけわかんないね。あれ、双子ちゃんの片方いない番じゃん。どうした。え、なんで今一瞬でひらめいたの。おかしいじゃん。ねえねえ、トレンネちゃん、私パパになりたい、なりたい、会いたいの。そんな、まさか。私とパパね、発電所を地にしてたの。宇宙人みたいな人がたくさんやってきて、私を追い出されちゃったし、パパなんかさせられてんの。来られてんじゃない。ねえねえ、トレーナーさん、私パパに会いたい。え？まあいいや、スルーしちゃおうぜ。こっちだっけ？うわ、すごい。すげえ。めっちゃある。あ、ポケモンボール。なんかいる。まあいいや。傷薬よ。なんだ。入るなよ。いいか、絶対に発電所入るなよ。銀河団の仲間以外は誰も入れるなって命令されてるからね。なんだその顔は。入りたそうだな。だったら俺と勝負してみるよ。え、何も言ってないんですけど。あ？何を、いきなり上島流になったかと思ったら、ニャルマーを振り出した。え、何これね。なんか見たことないポケモンばっか出てくるんですけど、どういうこと？バブル光線でまたお見舞い。ご挨拶。猫は水苦手でしょ？ほらほら、猫苦手じゃん。
よし、196。やったね。だからこのポケモンじゃ520円手に入れた。なんてことだ、俺は子供に負けてしまったよ。いやいやいや、私子供じゃないんだけど。あと今年中に20歳になるんですけど、だがな、中に入って発電初期を使えばもう入ってこれないだろうよ。なぜなら残りの木はそのタウンに花畑にいる仲間を持ってるだけだからよ。そういう意味で俺の勝ちだよ。ガチャリ。何ガチャリって。ああ、さっき言ったあの BL 展開の人たちが持ってるってことか。取りに行くしかないのか。めんどくせえ。なんでこんな知らない子のために頑張んなきゃいけないのさ。さっさとストーリー進めたいんよ。あ、いない。あ、あれ、なんで進めた。その女花畑。さあ、黙って甘い蜜全部よこせ。ね、甘い蜜って蜂蜜持ってるみたいな。お前は熊のプーさんかっつうの。その隣にいるのは誰。ピグレット髪が緑色なんですけど大丈夫。そうだ、新潟はたくさんのポケモンをおびき寄せるためにそれを必要としてる。おい、なんかいるぜ、どうする。うん、誰か呼ばれると面倒だ。まあ一個転板にすりゃいいんだけの話だろ。お、これ双子じゃないけど、もしかして経験値めっちゃもらえる系のかな。あ、違うんかい。違うんかい。二人で出してくるかと思ったぜ。スカンプだって。スカンプか。まずはじゃあバブル光線でご挨拶。あ、なんだ、余裕じゃねえかよ。もっと強いの出してこい。だからいつまでも下っ端なんだよな俺。520円。やったね。情けない。そんなことでボーナス減るぜ。マジで醤油何ヶ月分ぐらい。2ヶ月分ぐらいかな。もっとない。 1.5 ぐらいしかなさそうだよね。次俺が言ってたぜ。続けて戦えばこちらが有利だからね。さあどうでしょう。銀河団の下っ端が勝負仕掛けてズバッと繰り出した。ああ、なんか落としちゃった。すいません。バブル光線。なんだ余裕。ほんと強いねこれ。お、レベル20。やったね。あ、まだいいの。もう一回やって、どうせ割り出しする。なんて余裕なゲームなんでしょう。っていうかさ、進むの早いよねこのゲーム。業界ウォッチとほんと比べ物になんないぐらい早い。やったね。126経験値。出世して強いポケモン、なんだって。分かんなかった。440円でした。この子供に強いぞ。すごい強 い子供じゃねえって。なんていうか強いぞ。仕方ない、ひとまず発電所戻るか。このおじさんがお父さん？ハゲてんじゃん。かわいそう、あの子供。あれこれ、なんだ？あいつらの忘れ物かな？なになに？発電所キーだって？はい、すいません。ちょっとね、画面がフリーズしちゃってやり直してました。すいません。なんでちょっとズバッとだっけ？あいつのレベルがちょっと低いと思います。すいません。とりあえず君に渡しておくね。お、発電所キーをいただきましたね。君助かったよ。あいつらは前蜜をこせて無理やり呼ばそうとしてね。おかしな格好でおかしなこと言ってよくわからない連中だった。そうだ、お礼をしないとこの甘い蜜たくさん持ってっておくれ。甘い蜜使おうかね。その甘い蜜を甘い香りがする木に塗ればポケモン寄ってくるかもね。甘い気がするどういうこと。うわー、ほんと花。なんだこの木よ。こういう木とか違うか。あ、甘い香りがするだって。あ、この黄色いなんか赤いやつにあげるのか。ちょっと入ってみようか。すごいね。甘い蜜を塗った木が大きく揺れていると珍しいポケモンが集まっていること多いからちょっと期待しちゃうよ。へえ。この花畑に咲く花、信用のどの花よりも生き生きとしてるだろう。ポケモンのおかげなんだよ。やっぱりそういうの使わないとダメなんだね。自分たちで何とかしようとしなきゃ。あー、下に降りるしかないのか。下降りたらどこに行くんだろう。あ、降りられないのか。なんだよ。
降りられないのね。じゃあ行きましょう。いやー、やり直したからさ、結構大変だったよ。あ、傷薬もちゃんと買いました。大丈夫です。よし、じゃあ行きましょう。中から鍵はかけられていて開けられない。発電所キーを使います。発電所の扉が開いた。もしかして、そこの木も甘い木なのかね。何お前、鍵持ってんのかよ。それでは鍵閉めた意味がない。つまり俺の負けじゃないかよ。落ち込んでる暇はないな。幹部様に連絡だよ。めっちゃ早足。行きましょう。ああ、何もない。この黄色は何？ダンボール？さあ、おお、バトルか。きっと。あ、とんでもなかった。バトルじゃなかったわ。どこ行けばいいんだろう。お、なんかいるよ。赤と紫。これがたけし五次郎ってやつ？そしてニャースがいないじゃん。そんな声じゃない。ニャースは？私、銀河団3人の幹部。じゃなかった。4人いる幹部の1人。その名も、マーズ。あれ？たけしじゃなかったっけ？たけしじゃなかったっけ？いつから変わっちゃったの？たけしってまだポケモンなのあれに、アニメにいる？ほとんど見たことないからわかんないんだよね、アニメ。今よりも素敵な世界を作り出すため。いろいろと頑張ってるのになかなか理解されないのよね。ああ、そうだったんだ。やり方が悪いんだよ、多分。見せ方が悪いんだよ。あなたも分かってくれないでしょ？ちょっと悲しいけどね。だからポケモン勝負でどうするか決めましょう。私が勝ったら、あなたが出ていく。その代わりあなたが勝ったら、私たち銀河団が消えるわ。G？ 何 G って。銀河団の G か。お、まずさぁ。まあまあだった。ガンガンそんなんでもなかった。結構、大人な感じかと思ったら、全然そうでもなかったね。バブル光線で、お見舞い、バイバイ。一発できるかな？バブル15。相手も強くなってきたぜ。ああ、ギリギリ残ってた。ギリギリじゃん、これ。猛毒だって。あ、大したことないじゃん。私のポケモン何すんのさ。バトルだから。何を言うとんじゃん。お前の方がベテランだろうが。何言ってんの？もしかしてドスチンケさん？あなたも。嘘、ダメージまだ受けてるかよ。やば。ブニャッとクリアした。何ブニャッとって。うわ。決め。こんなのさっさと倒したわけ。え？ひるんで動けない。やばいやばいやばい。毒直し持ってなかったっけ。バック、状態回復あった。毒消し使います。よし、綺麗さっぱりなくなった。いいね、こんなんでなくなるなんて。やばい、釣りよ。バブ光線、向こうが先かよ。やば、強い。耐えられるか。十二。しけけけ。ああ。え、なになになに。俺の身で体力を。え、なにそれ。知らん。なにそれ。聞いたことないんだけど。いい傷薬使っちゃいます。こういう時に使わないとね。よし。じゃあ。余裕余裕。もうこれで勝ちは決まりだね。なんで向こうが先なんだよ。まあ勝てるけどね。バイバーイ。よし、バイタルブリアット取れた。606。え、 600？ どういうこと。すげえ、まさか負けるだなんて。1360。やったー、元取ったぜ。あらら、負けちゃった。まあ、いっか。あなたとのポケモン勝負、割と面白かったし。おやおや、子供に負けるとはの。まあ、いいさ。電気をたっぷりいただいた。これだけあれば相当すごいことが起きてきるはず。ボスに認められるほどの天才プレートにはわかるよ。さすがまずや、ここは引き分けるとしよう。うるさいわね。あなたに命令していいのは、この世界でボスただ一人なの。黙ってなさいよ、トータ。最近、仲間になったくせに。ああ、あなたも新規。やった、新規がいっぱい、仲間。そんなのありかよ。
じゃあ私たちはひとまずバイバイしちゃうからね。銀河だ。とにかくポケモンエネルギーを集めて宇宙を作り出すと言ってた。まるっきり意味不明でした。それはともが君には感謝の気持ちでいっぱいだ。あ、あんたも銀河団じゃなかったのかよ。大丈夫、あなたなんかスパイな気がする。やっと娘に会える。パパー。 あんたがパパかよ。あのハゲたジジイは何だったんだよ。あ、臭い、昭和しなさい。いやはは、無理やり働かされてたからね。トレーナーさんありがとう。変な人たちがいなくなったから風船のポケモンさんまた来てくれるよね。あ、これでおしまい。はい、というわけで本日こんなところで終わります。はい、お疲れ様でした。